美味しさとは味を通して世界の美しさを知ることだと思います。このプロジェクトでは食体験をきっかけとして生産の背景を知り、サステナブルな選択を自らしていけるムーブメントを起こしていきます。僕は世界中を旅しながら料理をしてきました。成長する楽しさとともに自分を見失うほどに働き、右手に大怪我を負いました。初めて立ち止まり、何のために料理をするのか。そんな時、凄腕の漁師さんの元を訪れ、タコ漁の研修をしました。想像を絶する過酷な現場で、配達されてくるタコは何度も料理をしてきたのに、僕はまるで何も知らなかったようにさえ思ったが、取れたてを刺身でいただけ、言葉を失うほど美味しく、これが本物なんだと思いました。これは僕の価値観を180度変えた一食。あの日から生産者を巡る旅をしながら、背景にある物語を届けるために料理をしようと決めました。そして今回、同じ志を持つメンバーが集まりました。旬よりもっと限定した一瞬にフォーカスした、その場のものをその場所で、そこにいる人と関わりながら食す場を作ります。第1回目は鹿児島の長島町でマイクロツーリズムを開催します。その後の展開として、参加者が生産者のシェアホルダーとなるネット販売、地域ならではの食を開発予定、味を通して世界の美しさを知る機会を届けます。